ちゃん、なんだろうこれ。なんかすごい大きな箱が、いやなんとおじいちゃんとおばあちゃんから届いたそうなんです。アリアちゃん、なんだろうね。マリアも破ってる。大ちゃんも見てる。なんだろう。アリア、さあ開けてごらんよ。じゃん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 。あ、なにこれ。お、自分で開けてる。あ、なにこれ。よいしょ、よいしょ。なにこれ。アリアちゃん、なんだろうね。ジジとバーバから。ダイちゃんも。なにこれ。アリア、アリアちゃん真剣です。わー、なになにこれ、おっきい。アリア見て、ほら、アリア。あ、反応が変わった。うえま、あら、なにこれ。わー、すごい。え、なにこれ。え、すごいじゃん、アリア。わー、なにこれ。開けます。おー、アリちゃん、ソファーだ。ベッドじゃない。乗るよ乗るよ。なにこれ、すごい。おー、アリちゃん早速座ってる。何も言ってないのに。アリアちゃん、これ、これ外してあげたいね。これね。あ、これ取った。よいしょ。わー、アリちゃん見て、これベッドじゃん。アリア、ダイ、ダイちゃんも、あ、ワンワンが、うん、うんがっつって、うんが、あ、うん、キスしたの、かわいい。すごいね、アリア。え、嬉しいね。すごい、これ。アリちゃん、ちょっとさ、あ、こういう風にね、コンパクトなソファーにもなって、アリちゃん座ってみたら。さっきのはベッドなんだ。ベッドとソファー、ソファーベッド。これ気に入ったようですね。あれ、アリアちゃん、ジージバーバにありがとうって言ったら。アリアちゃん、ありがとうして。ありがとう。ね、アリちゃん、ちょっとさ、試しにさ、身長80センチのアリアちゃんがねんねするとどんな感じなのかと見せて。アリちゃん、ワンワン、大きいよこれ。アリちゃん、ねんねしてごらん。閉じたい。アリちゃん、ねんねして。だってさ、アリア見て、ここのワンワンねんねしてるんだもん。ここじゃ座ってごらん。座って座って。ちょっと座らせてあげてみて。アリちゃんのソファーだ。生まれて初めてのソファーだ。アリア、すごいじゃん。アリア、ボタン触ってる。あ、これはいいね。アリア、嬉しそう。アリちゃん、ねんねしてみてほしい、ママちゃん。あ、ふかふかだよこれ、すごい。あ、はい、ねんねして。パパ、ねんね手伝ってあげて。手伝ってあげて、ねんね。横にしてみて、アリアちゃんのこと。ダイヤにここにゴロンして、ゴロンして、よいしょ、ゴロンゴロン、ゴロン、それ普通に。もう一個下、もう一個下、もう一個下にしてあげて。ねんねだって、ね、もう一個下にして、はい、あら、いいじゃん、アリアちゃん。はい、身長80センチのアリアちゃん、こんな感じ、余裕あるね。アリちゃん、足伸ばすとどうなるの。なにそれ、震え、スリスリしてる。アリちゃん、毛布は、毛布、ちっちゃい毛布なんかないかな、綺麗。あれ、いいな、今日からこのベッドで寝るのかな。アリアはですね、寝てる時に結構この上の方にどん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 寝相悪くていっちゃうので、ここで結構ストッパーになるとすごくいいかも。アリア、よかったね。
片付けができるからさ、広げないで済むのもいいよね。ちょっと片付けたい時にさ、こうやってソファーにしてさ、私たちのソファーの隣に座ってもらってね、ここにアリアちゃんとダイちゃんが座るのかな。ワンワン、うん、マスのチュッチュッチュッチュして、ダイちゃんも嬉しいですか。はい、じゃあアリアちゃん、ありがとうって、ありがとう。あちゃんちゃん、じいじ、しーしーってボタンを押しております。あ、ねんねだ。よかったね。あれじゃ、ねんねるんだったら広げた方がいいと思うよ。はい、というわけで本日はじいじとばあばからサプライズで送られてきたアリアちゃんのプレゼントがこちら、ワンワンとウータンのソファーベッドでした。よかったね、アリア。あ、体重は20キロまで大丈夫です。私は座れません。ダイちゃんとアリアだな。はい、以上、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。